続いてはテニスのルールのおさらい。テニスの得点はラブ0、1本取って15、そして1本取って30、そして1本取って40、さらに1本取ると1ゲームゲット。いつものポピュアテニスの試合は2ゲーム1セットマッチ、何ゲームを2回取るわけあるよ。覚えたかしら。あと1ゲーム取った後にチェンジコートがあるわよ。デュースは同点、そこで2点取れば勝利よ。そこで取った1点目がアドバンテージというの。試合のどこかによくあるからよーく見つけてね。それじゃあポピアテニスオープンオンエア。楽しいものがいいです。ダンガーエール障害レッスンハッピーダンガー。今日は桃狩りなんだって。エリカちゃん今日は張り切ってる。いいかい、ここが桃畑です。たくさん楽しんで桃を摘んでね。皆さん班に分かれて行動するよ。はーい。よしゆりか、桃いっぱい摘もう。新鮮に育てて美味しいやつをね。待って待って、私たち先生にハサミもらってあるんだ。私も。桃はねごく実がなってて生地をかぶせてるものだけヘタを残して取るのよ。なるほど。桃は取った後、学校に持って帰って給食のデザートやサラダに加えるんだよ。隣にある3カ所の学校にも配る班もいるんだって。そうだったんだ、詳しいね。私のところの学校にも去年は加わってたわ。住みすぎた。みおりちゃん助けて。もうゆりかったら調子に乗るんだから。問題、積んできた4人の桃の中で2カゴ数が合わないカゴがあるよ。誰の桃カゴかな。答えを説明するよ。正解はみやことゆりかだよ。みんな分かったかな。大変だよ、とにかく来て。え、トラックに入ったカゴの桃が全部空っぽなの。そんな、この中に米組学園に配る班の桃が入ってたわ。米組学院鉄血屋さんの学校。二人とも大変よ。明治教が桃を強化してる。ミス・ニーガンさん変身よ。テニス・ピーチ、テニス・ジェリー、テニス・ナッシュ、エリー・ランジェス、レッツ・ジェイ、ウザ・エッツ・ルジュ・ジェリー、アイズ・スカイのエース、ガンドン・ティンチ・ピーチ、クラゲとイナスのエース、ガンドン・ティンチ・ジェリー、このとこしのエース、ガンドン・ティンチ・ジェリー。レッツ・プレイ・ポピュアリー。世界の夢を目指す、ジャンプのエースを倒せない。わー今頃気づいてはあたいまんね。ミッキー、せっかく捨てたものをよくも散らかしたわね。テニスコート温泉、この散らばった桃より上に上げてあるわよ。私たちの校外学習の邪魔するならエースを取ってもらうわよ。ここの勝負は私に任せて。試合で勝って桃を集めましょう。皆さん、自分の学院を守るために必死なんだもん。わかったわ、負けたら桃は全部ぐちゃぐちゃよ。じゃあベストオブマンセットマッチプレイ。ポピュアテニス。
ジェリーハイウェーブ、はい、ポピュラーテニス、デイジープローラス、ポピュラーテニス、サムリーバースマッシュ、レッツゴーのマーケゲーム、サッチャーマッシュ、ポピュラーテニス、さあ、空がちっとも曇らないってどういうことよ。次もまた来るわね。もう大丈夫よ。イエーイ。でも、桃がこんなに散らかっちゃったね。どうしましょう。テニスストーン5つでなんとかやってみたら、散らかる前の状態に戻れってサーチ。うわー、よかった、全部再びカゴの中に戻ってる。そして夕方5時、おかえり2人とも。今日取ってきた残りの桃、生徒会室で食べに行こう。あ、美味しいね。エリカさん、3個ずつ取ってね。本当は私も欲しいのよ。